さあ、ところで、ここまでやって、現代。お、古代閉鎖定理遺跡すげえ。もうここまで来てる。どうりであと一個見つかんねえなと思ってたんですが。それじゃあもう行っちゃうか、ここ。多分ここ行くとね、どこかな。なんか、どっかで繋がってるなって思ってた箇所があったと思うんだけど。あれかな？ドワーフの森だったかな。あの辺に繋がってそうなんですが、ちょっと行ってみましょう。コロリンコロリン。コインに釣られていくよ。ん？あれ？と思ったけど。あ、古代ウサテイル遺跡の中か。あれ？ということはここ終わった？古代ウサテイル遺跡、まさかの、他と独立しているパターンだった。ででーん。クリアしちゃったぜ。うん。でもまあ、それは、それならそれで、ありがたいかな。このまま帰ろう。ただ、ここまでやって、例のひよこちゃんを全く磨けていないというのがすごい気になる。いや、全くではなかったか。あれ？赤色一匹だけ？え、どこにいるんだ？なんか他のやつ全然回収してた覚えなかったんだけど。地味に、他は全部終わっていたらしい。ここまで来たら最後のひよこも発見して終わりたいな。技あり道場の裏とかない？裏がなかった。技あり道場は裏表のない素敵な道場です。この木の周りとかもうちょっと怪しいけど。毒沼の中は大体見たよな。この辺りには特に何もない。このキャンプファイヤーの近くとかじゃないよな。そんな危ないところにはないか。木を揺らしたら落ちてくるってパターンもあるかな。いっぱいあった。でもちょうどいいぜ。これとかね。だが違うか。この火の中ではないよな。触ってダメージは受けないんだな。その辺はありがたいけど。この辺なんかアイテムが隠れてるような場所もないもんな。本当にあと火の上ぐらいじゃないの？一通り見たはずなのだが。赤色ちゃんだけ見当たらねえぞ。もう一回神殿の中探してみるか。ただ、神殿の中、あれなんだよな、一羽いたんだよな、ひよこ。これでもう一羽いるっていうのもなんか変な気がするし、いないと思った方がそれらしいけどな。ただ、ありえなくはないよな、と思う。あれじゃない？いたかもしれない。神殿の中にまだいたか。ここの、ここか。ここ行ってないもんね。いたー。まさか神殿に2羽いるパターンだとは。とりあえず5羽までコンプリートしたけど、これはあれかな？コンプリートしたステージがあれば、それをワンセットとして、鶏ちゃんから、鶏お母さんから、一つ、セイクリットキャロットをもらえるみたいな感じになるかな？まあ何にせよここはもう本当に、これ以上何もないと思うので、一旦帰りましょう。入り口に帰ってきたぞい。うん。このステージから他のステージには繋がってるところ特になさそうだったしね。このまま帰りましょう。久々の帰還でござるぞ。あ、てかこれ壊してなかったな。ちょうど目に入ったぞ。あ、ナスか。ボーナスいっとくか。行きましょう。このナスも何者なのかすごい気になるけどな。ウサビリッジのボーナスステージがあるんだな。よいしょ。でもこれ、あれなんだよな。テールドロップが必須だから。他のステージと比べて、
この0番目のステージ、ブサビレッジだから簡単とか、そういうわけじゃなさそうだよね。回る回る、回っている木の上で俺も回るよ。回れー。さすがにショートカットできそうな場所はないな。この辺から微妙に届きそうだけどな。届けー、届くやん。余裕ぶっこきすぎたん。これで、思いのほか奥の方に回っているやつだったんで、しっかりと距離感を見極めながら。てか、ほんの最後の最後だったんだな。ここでしくじるとは痛い。今回はしくじらないことを優先にしていけ。よいしょ。ラビージャンプ。オッケー。これで6つ目。一つ一つ交換していくタイプなのか、何なのか気になるところだね。ちなみにウサビレッジって何個だったっけ？あ、あと3個もあんのか。ちょっとまた探してみるか。いろいろアクションも増えたし、ナスも拾えたもんな。見つけられるものもあるんじゃないかな。視点がリセットできる。というか、一箇所あれがあったわ。ローリングアタックで破壊できる壁があったんで、まずはそれ行くか。どこだったかは絶妙に覚えてないけど。こちらじゃなくて、この辺だったかな？あったー、これだ。ビーン！やったぜ。8個目。あと2つか、1個は見えたもんな。ちょっと高そうなところにあるやつ。なので、発見していないのはあと1個だけということに。だが、この上だよな。登りがあるんか？なに？この灯籠、当たり判定がない。これを使って登ろうと思ったのに。さすがにそんな優しくはないか。ということは、ここから行くわけじゃないのか。でも、この屋根を伝っていけば、ちょっと行けそうな気もするんだけどな。うさぎさん。ジャンプパッドでもあればな、こっから登れそうなのになと思ったんだけど。ただ、このラビーとナビーのお家に入ったところで、その屋根の上から飛び移れる距離ではないよな。上に、あれ、ジャンプパッドでもあれば別なんだけど。奥になんか道が繋がってて、ここに出て来られるルートがあんのかな？何にせよ今は取れない気もするな。すっごく取れそうな気配はビンビンなんだけど。でも取れないという方がありえそうなので一旦スルーで。あともう一個だよね。もう一個あるんだったらそれも回収したいんだけど。あ、それともこれ。30匹全員回収しないとセクリットキャロット1個にならないパターンかな。で、それが最後の1個？という可能性も全然ありえそうだな。と、不意に思ったんで、じゃあ、ウサビレッジは、後回しでいいかな？ドワーフの森。ここだよな。ここがあと3個も残ってるってのが信じられないんだが。で、ココナツ海岸もよく見たらあれなんだな。ヒヨコ全然回収できてね。タンタカタンコウもヒヨコがあと1匹いる。いない。いないが少ないか。ココナツ海岸今だったらこれヒヨコ全回収狙えるかな。ちょっとそれ行ってみるか、まず。で、その後タンタカタンコウでヒヨコラストを探してっていう感じ行こうかな。で、ヒヨコ探しが一旦落ち着いたら、稲荷の方にもう一回戻っていって、そこで、あれだね、セクリットキャロット直接回収みたいな。
流れから次のステージ解放を狙っていこう。あ、いた、ここか。めっちゃ分かりやすいところにいたな。これでいいんだったかな。赤いひよこちゃーん。さあ、これであと2話。ココナッツ海岸で一通り、あれこれ終わらせた後に、ウサビレッジ戻ってきて、それで初めて、ひよこが、どっか行っちゃったんです、探してきてくださいっていう話を聞いたから、で、そのタイミングでひよこがステージに解き放たれたって感じだったと思うから、なんか探索したけど、ひよこはそもそも見つからないタイミングだったよっていう感じだったと思うのでね、いろいろと見るところは残っているはず。なんか貝っぽいやつとか、この辺とかな、遠目から見ると、ひよこなんじゃねえのと少し疑っちゃうんだけど、関係ねえんだよな。ここどうだろう。お、こんなところにいたか。水中のパターン発見。やったね。見ておいてよかったん。だが、ここにもう一匹はいないよな。じゃあ、あと一匹か。ちなみに、ココナッツ海岸は、ちょっと、ど忘れしたんだけど。そうだね。セイクリッドキャロットは10本集まってるから、あとひよこだけだね。あと1羽が緑色かな？水中パターンはもうないか、なぁと思うので。一旦、灯台のあたりまで戻るか。山の上の方は、まだ探索できてないはず。山というか丘かな？この辺りとっても怪しいですよね。灯台の頂上になんか改めて配置されてるパターンもあるかもしれない。行ってみよう。灯台の中。実はね、上じゃなくてこの裏にいるパターンあったーん。手に通るようにわかるぜ。オッケー、これで2ステージコンプリートだね。やっぱりね、このゲームの規模が若干小さめのタイトルだから、その分なんか、ここは探索し終わってたよな、みたいなことを、ちゃんと考えながらプレイする余裕があるっていうのがいいね。もうでっかいタイトルの、すんごい広大なマップとかだともう、あれここ見たんだったっけとかね。いちいち覚えてられないんでね。ほら、これぐらいがちょうどいい。それじゃあ、タンタカタンコも。タンタカタンコは、セイクリッドキャロットも1本足らないんだったかな？ああ、1個ないな。他のステージから来るパターンだったような気もするけど。まあ、とりあえず、ひよこを探すのを中心に、メインに据えてやってみよう。タンタカタン。あ、しまった、こっち稲荷だったわ。まあいいや。せっかく来たんで、こちら活用でもいいかな。ん？ひよこいたー。でも滝に打たれすぎてて何色かは分からなかった。ただ滝のどこかには何かしら隠れてるよなぐらいのテンションで見たから。ひよこの方がいてちょっとびっくり。で、お地蔵さんがあと1体見つかってないんだよな、確か。見つけ終わってから行きたいよな、という謎のこだわりもあったりね。ん？よく見たら、悪ガキがいる。例の悪ガキじゃないか。探し物が多いよな、この稲荷の滝は。なんか知らないものに跳ね返された。なんだったんだ今の。岩の当たり判定が変な悪さをしたっぽいな。こんなパターンあるんだな。わあ、ここにいたわ。なんもないだろうなと思いつつ見に来て正解だったわ。というか、このお猿さんたちはやっぱり技あり道場のあの技あり師匠と関係があるんかな。親戚だったりする。ん？だからここにいるやん。すげえとこにいんな。え、登れるこれ。こっからピャーン！いけた。まさか青空に擬態しているとは。
なかなか秀逸な隠れ方をしてくれるじゃないか。とりあえず何度かなったんで、じゃあ無限城行くかな。この無限城の中もまだ完全に探索し終わってないんだよな。今だったらこれやれるかな。あー、これか。これかって言ってもどっから行ったらいいのかあんまり分かってないっていうね。ここから、スペードじゃなかったと思うんだけど一旦行ってみようか。あー、ここじゃないですね。あの、同じパネルは連続では使えないんだな。この上じゃないから。この上だったかな。ちょっと待って、もう一回やり直したいんだけど。ちょっと一旦時間切れ待とう。改めてルートを考えていく。踏んで、この無限城に入る、もう一個の入り口のところから行けば近かったはず。なんで、ここから、あれこっちじゃなかったっけ？あれってか瞬間移動の掛け軸があるのってこの上だったっけ？確かダイヤだったよね。あ、じゃああれか。ここからこう行きまして、確かこれを踏めばいいんだな。これを踏むと瞬間移動の目の前に出てきて、で、ここから、これだ！発見！間に合ってくれ！あー！目の前で消えてしまった。ちょっと迷っていたのが、あだとなったか。いや、でもこれでようやくルートは分かったな。だから、このダイヤを踏むまでが結構遠いぞ。このダイヤを踏むところまでを高速で行ければという感じか。いや、でも遠い。まあ、成功法で行くかな。なんか、無理やりショートカットがないかなって少し思ったけど。多分ないので。このできる限り最短を通っていくような感じいけば。OK。踏みながらちょっと距離を稼ぐという、このローリング踏み。あれ？でもスイッチの上から再開させられてる。ズルは許さんってことか。さあ、コーナーを素早く曲がって。ぐるっと回って。でもさっきと比べて明らかに時間的な余裕がある。これはさっき、ちょっとギリギリ2、3秒ぐらいだったから、これぐらいの時間から回り合うんじゃないのかな。さあ、コーナリングに自信を持っていけ。よし、間に合った。OK。50本目。これで次のステージ行けるようになりました。が、まあせっかくだからもう少し探索していくかな。もう一個気になるのがこの上のスイッチだな。このスイッチは、かなり上の方のどっかだったかな。あー、これか。これなんだけど、これはさっきのダイヤのところとはまた別なんだよな、確か。あっちから切るんだったっけ？違った気がするんで。ここから渡って、ダイヤ踏んでもよかった気がするが、ちょっと普通にこっち行こう。あれ？こっちじゃなかったか。あー、これだったらダイヤ踏んだ方がよかったな。ダイヤというか、スペードか。毎回間違えてるけど。スペードでワープしたら間に合ってたかな、これ。まあ、一旦行ってみようか。なんか、こっちの方にもあったよね。あれ？ここじゃなかったっけ？あれ？もう一箇所入れる無限城の入り口があったよな。あそこじゃないか。まあどちらにせよダイヤではなかったな。ダイヤってこれスペードではなかった。ん？あ、いや、ここだ。あー。あ、でもクローバーからいけんのか。でもクローバーってどこだ？クローバーはここか。スペード踏むのとどっちが早いかな。いや、スペード踏んだらギリギリ間に合いそうな気もするな、これ。じゃあちょっとスペードで試してみるか。
リベンジマッチ。ここはなんか2つルート考えられそうだね。これを踏んだ後、ダイヤのパネルを踏んで、そこからクローバーのワープパッドを踏みに行くパターン。これはさっき押したあの奥のスイッチ、このスイッチを押した時に向かうルートに似てるけど、まあ時間の余裕っぷりも考えるとそっちでも間に合いそうだけど、多分これスペードが正攻法じゃないかな。これ踏んで、でここ登っていくとちょうど目的地周辺になるはず。ここに来て頭をぶつける癖のあるジャンプが牙を向いていく。ここでスッと抜けていけ。開いてる開いてる。お前のことをずっと待っていたんだよ。はい、オッケー。二つゲットかな。ここまでで二つ行きましたので、あとまだ押してないスイッチを押したいんだが、あれかな？思い出したような気がする。温泉のところのスイッチもまだ解決しなかったよな。あとどこだったかなって思ってたんだけど、多分それだな。それを踏んだら多分、スペードのところに近いあれが来るはず。よし、ここだね。行ってみよう。これ踏む？で、風車回ってるね。これがスペードの近くで行けるやつだから、それを理解した上で行けば、間に合うはず。ブイーン。と、やって戻ってきて、だいたいルートは見えている。俺に任せろ。ここまで戻ってきて、直接行くのはちょっと遠いよなっていうところも、これ。ハートを使ってワープCの、ここから登る。ここを登りまして、で、スペードを踏む。これで行けるはずだ。これより早いルートあるかな？ちょっと自信ないんで、多分これが一番早いと思います。のノリで行きましょう。ほら、あれ、うわぁ、弾かれていく。嘘だろ、あと1秒だったというのに。え、違うんかこれ。ハート踏まない方が早かったかな？そう、でもこれが正解だと思ったのにな。ギリギリどっかで時間のロスをしてしまったのがきつかったか？そこまで厳しくはないと思ってたんだけどな。まあ、いや、もう一回やろう。何にせよこれ一方通行だから、ここから出るためにはこのロープウェイを通らなくちゃいけないのは間違いない。パラパラパラーン。ここでさっき一瞬のロスがあったのが痛かったかな？こうするでしょ？で、あとは全力のダッシュを駆使していき、ローリングを繰り返して、繰り返して、繰り返して、なるべくジャンプで川を渡ることによってロスを減らす。で、これを踏む。でもロープウェイ使うよりこっちの方が早いと思うんだけどな。できる限り、ローリングを使って時間を短縮していき、ワープパッドも踏む。だからこの時間はさっきと同じぐらいじゃないか。ギリギリ間に合わないというのか。いや、これで正解だと思うけどな。ほら、やっぱローリングの差だったか、これ。オッケー。いや、ローリングめっちゃ大事じゃん、そうだとしたら。ああ、危ない。なんとか間に合いました。これで、稲荷の滝は、おお、3つも集まったね。あと2つ。せっかくだから、手に入りそうなやつは狙ってみるかな。まあ、というか、まだ行ってないところ、中心に見ていきましょう。この裏ってある？あったー！ぴょぴょぴー！お、揃ったー！めでたいね。あとはここかな？多分これね、ドワーフの森に繋がってそうなんだよな。まあ、だからここで、ね、9個目の、セイクリッドキャロットとはいかないかもしれませんが、一旦行ってみましょう。